直列4気筒エンジンの動作イメージ。このようなクランクシャフトの場合には1から3から4から2等の点火順序が用いられる。点火順序は複数のシリンダーを持つエンジンのそれぞれのシリンダーで膨張工程が発生する順番である。火花点火式エンジンではスパークプラグが点火する順番を指し、ディーゼルエンジンでは燃料を噴射する順番を指す。 適切な点火順序は振動の低減、滑らかな回転、エンジンの寿命、使用者の快適性のために重要である。この点火順序の設定によって、クランクシャフトの設計にも影響が与えられる。例えばゼファー750では、点火順序は1243である。各気筒の工程を見ると、気筒番号。1234? 膨張圧縮排気吸気、排気膨張吸気圧縮。 吸気排気圧縮膨張。圧縮吸気膨張排気の順序になっており、一番遠い一番と四番が連続して膨張することがなく、一番のピストンが下がっている時は四番も下がり、その際二番と三番が上がる。ガソリンエンジンではディストリビューターによって点火順序が設定されており、プラグコードを通して、各シリンダーの点火プラグに正しい順序で、 点火電圧が送られる。ダイレクトイグニッションや CDI などの近代的な点火装置では、エキュアエグナイターが点火順序の制御を行っている。このような機器の制御の下でまず点火順序が決定され、その後ディストリビューターやカムポジションセンサーのカムシャフトへの取り付け角度によって圧縮工程の際に、ピストンが上視点前後のどの位置にあるときに、 点火プラグが点火するかを決定する点火時期が決められる。ディストリビューターを搭載した多くの自動車では、エンジンルーム内のシリンダーヘッドや、インテークマニホールド、バルブカバーなどに点火順序が記載されていることが多かった。サーブ B 型エンジン。点火順序は1から3から4から2と、インテークマニホールドに打刻されており、このエンジンの場合一番シリンダーは写真右手の、 バルクヘッド側である自動車の各部品の方向について考察すると日本車の場合運転席が右側に配置されているエンジンの左右方向はフロントエンジンの場合運転席のドライバーから見て右手方向のシリンダーが右側シリンダーとして解釈されることが多いエンジンの前後方向について考察するとほとんどの後輪駆動車ではエンジンは車体に対して 縦に取り付けられている。こうしたエンジンは全部には、オルタネータや、ウォーターポンプ、プーリーなどの補給類が設けられており、後部には、フライホイールやトランスミッションが接続される。この場合、車の前側のシリンダーがそのままエンジンの前側シリンダーを示すことになり、最前列のシリンダーを一番として順番に番号が振られていく。エンジンが、車体に対して横に置かれる。 前輪駆動車では通常は車体の右側のシリンダーがエンジンの前側シリンダーを示すことになり左右翼のシリンダーから順番に番号が振られていくが例外としてホンダの前輪駆動車のように車体の左側のシリンダーをエンジンの前側シリンダーとして数えるものも存在する前輪駆動車でありながら縦置きエンジンのレイアウトを取る場合にはほとんどの場合後輪駆動車と 同じく車体の前側のシリンダーをエンジンの前側シリンダーとして数えるが、サーブ、ルノー、シトロエンなどでは、キャビンとエンジンルームを隔てるバルクヘッド側をエンジンの前側シリンダーとして番号が振り分けられることがある。このような方向規則は古くは、シトロエントラクシオヌアバンから始まっているが、近年では少数派である。自動車用の直列エンジンの場合には、 上記の方向規則により決定された前側シリンダーを起点に左右もしくは前後方向に順番にシリンダー番号が振られる。1から3から5から2から4の点火順序を持つ星型5気筒エンジン航空機用の星型エンジンの場合にはシリンダーが円周方向に配置されるためエンジンの頂上のシリンダーが一番シリンダーとなる。そしてエンジンの回転する方向に順番に シリンダー番号が振られてゆく。星型エンジンはこの頂上のシリンダーを持つ、関係上、シリンダー数が奇数となることが多く、7気筒エンジンの場合には1から3から5から7から、2から4から6という点下順序が与えられる。V 型エンジン製造メーカーのいくつかで使用されたシリンダー番号の不番規則では、エンジン前側から左右バンクに交互に番号が振られる。 これはクランクシャフトに直列に接続されるコネクティングロッドの配列順に番号が与えられたためである。V 型エンジンの場合、シリンダー番号の配列は製造メーカーによって大きく異なる。基本的にはエンジン最前列のシリンダー番号が一番であることは共通しているが、その後の番号付与クランクシャフトに接続されるコネクティングロッドの配列を基準とするか。 シリンダーバンク上のピストン配列を基準とするかに大別される。さらには、一つのメーカーで開発される V 型エンジンが、必ずしも前述2項の規則を遵守しているとは限らないため、点火順序を比較する前に、シリンダー番号の不板規則を調べることが大変重要になる。前者の例として、EN、シボレースモール、ブロックエンジンが挙げられる。このエンジンの場合は、 左シリンダーバンク前方から1から3から5から7、右シリンダーバンク前方から2から4から6から8のシリンダー番号が与えられ、点火順序は1から8から4から3から6から5から7から2となる。後者の例として、アウディアフォードの V 型8気筒エンジンがある。これらは右シリンダーバンク前方から1から2から3から4、左シリンダーバンク前方から5から6から7から8、 のシリンダー番号がピストン配列順に与えられる。船舶や発電所用などの定置エンジンでは自動車用エンジンとは反対にフライホイール側から順番にシリンダー番号が振られている。また、これらの用途で用いられる V 型エンジンは2つのシリンダーバンクにそれぞれ A バンク、B バンクという名称が与えられ、シリンダー番号は A1、B1 という具合にバンク別に フライホイール側から連番が振られる。ありがとうございます。